王が使っていた兵器を、資格のない存在が使って問題を起こしたとき、悪いのは？それは当然、資格なき存在、なのだがしかし。面倒を起こしているのは、その兵器、それではあり。破壊する、その選択は正しいか、あるいは操る存在を倒すべきか。現状、問題に対して、誰が悪い、追いにくい状況はある、その二択に答えはない。最善の結果を目指すべきではある、が。それでも、時間の問題というのは重くある。盗まれたマジンガー Z、的な問題は結構、切実ではある。石原慎太郎氏が亡くなって問題そのものは少し薄れた感もある、が。事態の性急な打開を目指す段階世代か、それにさらされる過去の構造か。結果とは、氷河期世代が今までどれだけ虐げられてきたか？的な話はでもこの時、団塊世代にはどうもどうでもいい。